どうしたの？私、気づいてしまったのですが、GGO のたくさんのプレイヤーたちは、みんな性格がバラバラなのです。それはそうだよ。プレイヤーの性格がみんな同じなんてありえないし。レイちゃんみたいなナビ用の NPC にもいろいろな性格があるでしょ？私もいろいろな性格になってみたいのです。いろいろな性格？いやいや、基本的に性格っていうのは人格一人に一つだけだよ。かーん。ということはもう私は性格を変えられないのですか？レイちゃんは今の自分の性格が気に入らないの？そういうわけじゃないのです。ただマスターのナビとしてもっといろいろな可能性を探っていきたいのです。それってつまり。そうなのです。でも変えようと思って変えられるもんでもないしね。どうしよう。あ、そうだ。まずは言葉遣いを変えてみればいいんじゃない？言葉遣い？ええ。言葉遣いにはその人の性格が現れるものだから。特徴的な言葉遣いを真似ればその人の性格を少し体験できるかも。わかるようなわからないような。ランより証拠よ。ちょっとやってみましょう。だから俺はよ、そん時言ったわけよ。てめえどこに目をつけてんだってな。それでどうしたの？相手はビビっちまったのか？あったぼうよ。腰抜かしながら逃げ去っていきやがったぜ。そいつは面白いや。スカッとする話じゃねえか。レイちゃん上手。確かにすげえな。俺の口調を見事に真似てるぜ。褒めるな褒めるな。俺にかかればこんなのお茶の子さいさいよ。でもね、所詮は GGO も遊びなのよ。現実にはバレットラインやバレットサークルもないしね。そうね。ただ実際にはそういったシステムアシストがないと、素人が相手に弾を当てるなんて至難の業じゃないかしら。確かにその辺のバランスって難しいわよね。リアリティの追求とエンターテインメントとしての気持ちよさをどこまで優先するか、難しい問題だけど考え始めてみるとなかなか興味深いわね。うわ、なんだかレイちゃんシノンの真似すると賢く見えるよ。見えるってどういう意味なのですか？私は最初から賢いのです。戻っちゃった。拙者アファシスと申す者。この銃と廃墟の世界にて冒険者たちを助力する役目を仰せつかっておりまする。おのおの方も御用が終わりのようでしたら何なりと拙者にお申し付けくだされ。それは誰かな？先ほどお会いした冒険者の言葉遣いを真似ておりまする。そのご人、時代劇とやらがお好きのようでございました。侍言葉っていうのかな。何にせよすごい再現度だね。にゃんにゃん、アファシスもう眠たいにゃん。ダメだよレイちゃん、今日はまだ別のダンジョンに行く予定なんだから。アファシスはとっても気まぐれなんだにゃー。餌をくれないと愛想だって振りまかないんだにゃー。確かに猫って気まぐれだよね。
そろそろ一度元のレイちゃんに戻ってもらった方がいいかな。そいつはどうかな。俺様の右腕の豪華が魂を貫き通せと囁いている。え、いきなり中二病に。ばあさんや、少しは年寄りをいたわる気持ちを持ってくれてもいいんじゃないかの。今度はおじいさん。やだ、僕もうお家に帰ってアニメ見るの。次は幼児に。ちょっと姉ちゃん落ち着いて。やだやだ。なんとか戻れたのです。ええ、一時はどうなることかと思ったね。対話して覚えた口調がどんどん出てきて止まらなくなってしまったのです。私もびっくりしたのです。この訓練はちょっと刺激的すぎたのかもね。でも楽しかったのです。いろいろな性格が分かった気がするのです。そっか、それは良かったね。